どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、今回は、前回火の鳥倒してるので、各ギミックを解いていきたいなと思います。では、まず、前回見つけたんだけど、達成できなかったこちらの塔からですね。とりあえず火つけてみましょう。あ、くるくるしてる。これ、日神様の魔法陣かも。おー、無事火ついたね。オリビア君、ハートどころか体が燃えていたぞ。君の力はすごいな。神の力か。こんな狭いところで思いっきりファイヤーしちゃいましたけど、わー、黒いお水が燃えてます。メラメラですわ。おかげで明るい、やっぱり明るい部屋っていいもんですわね。さあ、これにより一つギミックが解放されるわけか。さあ、残るは2つぐらいかな。どう？揺れるのは分かってたから、今度は転びませんでしたわよ。ちゃんとみんなポーズ取ってたね。じゃあ残り2つもやっていきますか。あ、また向きが変わっていると。さあ、じゃあ残り2つ探しに行きましょう。さあ、3つ目発見ですね。さあ、これは次どうなるだろうね。どこにあるか楽しみなところだけど、読むと、水の上の太陽が全て隠れる。その下に瞳は眠る。水の上の太陽が全て隠れる。水の上か。水の上と言ったらもう街にしかないよね。はい、しちゃいます。最後はもう一回見てみようか。揺れる。いや、揺れるの後だから問題ないのか。よし、じゃあ、水場を探しに。そうだね。水の上の太陽が全て隠れる。その下に瞳を。水の上の太陽ね。じゃあ、とりあえず水場探しに行きましょう。はいはい。仕方ないな。車止めて。おもう飛ぶのはいいかな。がっつり当てたからね。おお、こういうことかな。やったね。さあ、丸い宝石ゲット。嬉しい、楽しい、超便利。アクセサリーあるぜ。ブロックチャイム8000か。ああ、アムーラ。なんかいける方法あるのかな、あの裏ね。行きたいけど、壊れる？そもそも。壊れないもんな。そうか、そうか。よし。じゃあ、早速宝石はめ込みましょうか。あ、でもね、もう一つ塔があって、ちょっとそっちを見ておきたいな。さあ、もう一つの塔の方にも着きました。ということで。さあ、これは、四角のやつはどこにあるかな？波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠ると。波の下か。じゃあ、スキップしちゃいましょう。そうか。波の下。あ、あそこ、密集してたところかな。可能性としては。ここら辺ではないね。じゃあ、丸のやつもちょっと、置きに行きますか。いや、逆に先に四角でもいいか。多分ね、行ったり来たりが多くなるんで、こっち側の方行ってみますかね。さあ、右砂漠。おお、テレサー。よし。さあ、ちょっとコインゲットして、炎の下か。そうだね。とにかく、あ、暖炉とかっていうことかな。ひらしいものはなかったからね。お、一発。結構簡単だったね。さあ、四角い宝石。じゃあ、これで全部集まったんで、宝石を気に入っちゃいますか。さあ、四角の塔へ戻ってきました。んじゃあ、早速はめ込みましょう。四角。さあ、動き出して。あと一つだね。あら、倒れてる。先生、転んじゃったの？すまん、階段の上り下りて、ちょっと足腰が。たるんでるね。まあでも実際、あんな高いところで動いてたら大変だよね。この人もまた違う方を向いてません？そりゃあね、中心見てるからね。じゃあ、丸まで行きましょう。さあ、戻ってきました。最後の1個かな。さあ、カチッとはめて。これで終わりだね。さあ、土神様の紋章が出てきたね。よく考えたら私浮いてるから転ぶわけなかったです。今更ね。さあ、これで OK。これは何でもないのか。張り紙がしてあるかと思ったんだけど。さあ、土神様を発動しに行きますか。よしよし。行こう。さあ、どんな感じだろうね。マチュピチュの木のピッチュ。まあピラミッドっぽい感じもするんだけどな。そのあたりはちょっと楽しみだね。さあ着きました。あ、これもしかして土神様の魔法陣？そうだね。さあ発動。さあスキップしちゃいますか。さあ盛り上がっていくと、おおすごいキノピオだ。なんか遺跡にこんな感じでキノピオ使われてると、キノピオってすごいんだね。おお、これが古代の遺跡キノピチュか。砂漠の下に埋まっていたとは眠りにつくというのか。こういうことだったのか。さあ、降りますかね。キノピチュさんも起きたなら紙テープを返してほしいですわ。隙間から入っちゃってるし。ああ、そうだね。そうだな。テープもきっと遺跡の中だ。さあ、入り口を探して中に入ろう。入り口ねえ。一番下か。あー、さすがに登れない。乗れることならあのキノピオを一発叩いておきたかったんだけど、まあ仕方ないか。あ、すごい結構でかいね、思ってたよりね。おお、このキノピチュはどうやら古代キノピオ王朝を治めていたキノピオ王の墓のようだ。太陽が消えると砂漠の中に沈む安全装置のような仕掛けが備わっていたようだな。へえ。ふーん、眠かったわけじゃないんですね。王の墓ということは、侵入者を退けるための仕掛けなどがあるかもしれない。マリオ君、コリビア君、警戒を怠らず慎重に進んだ方が良さそうだぞ。てか、キノピオなんだ。てか、めちゃくちゃスマートだよ。昔のキノピオの方が。ほうほうほう。そういう仕掛けもあるわけか。クモの巣あるしね。じゃあ先進みましょう。あ、早速上から来たか。2階か。ねえねえマリオさん、折り紙兵の整列がだんだん難しくなってません？なってる。もし無理ってなったら、Y を長押してキノピオさんに応援してもらうのもいいかも。へえ、じゃあやってみましょう。999枚までなんだ。おお、しかもキラファイヤー回復アイテムもくれると。なるほどね、強いかどうかっていうよりかはって感じか。さあこれで靴が壊れてない。じゃあこれで壊そうかな。さあ無事倒した。アイテムどうかな。よし、行こう。さあ、また、あ、そうだね。扉にあるけど、丸いものを置く感じだね。丸い重りってなると、ってことだよね。読む。左を読め。そうですか。左側ですか。あら、ということは、あ、キノコか。左を読めか。調べる。この部屋で行き止まりか。出口はどこにあるか。そうだね。あ、そういうことではない。となると、これも登らないといけないんだろうけど、どうやってかな。ああ、そういうこと。はい、先生。掘れそうな場所があったね。なるほど、そういうギミックの解き方か。じゃあ今回先生はずっといるね。ボム兵ちゃんの時と大違いだな。紙袋ゲット。おお。キラーハンマー出たか。ここはオッケー。よし、じゃあ早速読みますか。読む。めっちゃ文章あるな。どれどれ。いいのど、これはどう読んだらいいんだ。こんな文法見たことないぞ。あら、先生でもわからないか。こいつは解読するのに時間かかりそうだ。しばらく待っていてくれ。じゃあ先生そのまま乗っててね。ほい。なんだ、今何か音がしなかったか。あ、これでいいんだ。おお、いつの間にか入り口が開いてるではないか。実はまだあそこに書かれた内容を解読できてないんだが、まあいいか。よし、先に進もう。命の玉を捧げようかな。乗せろだね。ここは暗すぎじゃないか。こんなに暗いと何が出てきそうで嫌な感じだな。めっちゃビビってるやん。おお、火がついた。誰だ自分の影だって。ああ、なんだ、私の影だったか。心臓に悪いな。さあ、そういうこともある。あ、これだ。お、なんか動いたね。おい。今向こうに。不気味な影が見えなかったか。気のせいか。そうなのか。さあ、どうでしょう。まあね、こんなところにゾンビがいてもおかしくはないからね。すごいな、このキノピオ。発動心だもんね。いてあの野郎あ、意外と近づいてるとって感じか。やっぱり何か、いや、いないと言ってくれ。頼む。いましたね。これ絶対コイン取ったらってやつじゃないの。そういうわけではないの。よし、オッケー。さあ、セーブ。あー、上はまた別ルートか。おー、見覚えのある。顔の形がね。足りぬ。割れそうなんだけどな。あ、閉まっちゃった。あー、そういう感じ。ミイラか。ミイラー。まずね、後ろを取らないとね。お、穴です。マリオさん気をつけて。ピンポイントすぎるな。おお、意外とハマる。よし、これで一旦戻る。トントン。はい、終わり。あら、まだだ。あと一発残ってたか。さあ、ほいほい。よし、これで完了。まあでも、クリボーのミイラっていうのもね。おお、マリオくん、ミイラをやっつけてくれたのか。さすが頼もしい。持つべきものはマリオくんだな。友じゃなくても、マリオだけなんだね。さて、穴は塞いでおいて。さあ、こっちも。塞いじゃいますか。ほい。じゃあ、この箱があるときはミイラが出てくる可能性が高いと。あ、大量のクマが何かを貪っている。何かを貪っている。あ、ピクピクしてる。キノピオさんの足かしら。そうだね、キノピオだね。意外とひっついてくる。キノピオさん、大丈夫ですか？いやーってやっぱ顔がなかったのか。え、顔キノピオさんの顔がどうかしたの？お顔。でもお顔がないってどういうことだろうね。大きながいててかわいそう。痛くないのかしら。喋れないもんね。あら、もしかして私の声が聞こえるの？おい、顔なしキノピオさん。聞こえたらお返事して。顔がない。そっか、顔なし口なしで話もできないんですわね。それにしても一体誰がこんなことを。ひどいですわ。あれかな？パンチかな？髪に穴開けるね。お、開いた。とりあえず文字を読んどこうか。1423。お、そもそも1423の、ああ、なるほど。今のゼルダのマークでよかった。はいはいはい。1 4 2 3。さあ、どう？おい、隠し扉発見。めっちゃキノピオ邪魔してたけどね。じゃあ、左右もちょっと見ていきますか。しっかりとね。お、危ない危ない。テレサか。グヒ。キラーファイヤーどんなもんだろうね、ダメージね。そう、あのね、メカクッパが以前から気になってて、倒すと大量のコインがもらえるかちょっと気になってるんだよね。あ、惜しい。さあ、敵のアクション。なんだかんだテレサは初だね、戦うのは。いてー。糸玉か。で、消えるからということだね。ジャンプでいけるの？ファイヤーフラワー使っとこうか。さあ、ファイヤー。いや、何気に強いのよね。ハンマーかな？めっちゃ恥ずかしそうだもんね。あ、やっぱライフは高いね。お、ナイスコイン。230。何なんだろうね。あ、倒したらやっぱおまけコインもらえるのか。日神様の像。ここで手に入るというね。さあ、軽くスルーして。開ける。お、やっぱ顔なしか。まあまあまあ、助けたのには変わりないと。顔面がないからね。いやー、多分パンチかな、あの感じは。ほう、ハッピーラブ。 DJ が落としてしまった4枚のディスクの一つ、ハートにラブ注入。ラブ注入だね。あら、そのキラキラの板何かしら。きれい。そう、 DJ いたもんね、砂漠にね。ダメだ、下がってていけない。よし、じゃあ、先進もうかな。なんだろう。まだどっかにいるってことか。まあ、とりあえず先行こうかな。うわー、いかにもっていう感じだね。よし、あれ？どうしたの？行かないの？には何も。おお、めっちゃ捕まってる。多分お礼言ってくれてるんだろうけど、もうゾンビだよね、動き方がね。あ、どうした？うおー、雲か。あ、雲の方なのか、顔がないっていうのは。キャー、なんなのこれ。キノピオがすごいことになってるな。これはクモの巣か。カオナシたちが捕らえられて動けないようだ。なんともむごい。クモの巣、恐ろしい響きの名前。一体どんな怪物かしら。でもここからじゃあどうにもできなさそうでさ。下からならなんとかなるかも。下からか。よし。そうはさせん。いやーね、やられたからね、ハリセンね。やられる前にやらないと。さて、カロンか。カロン、そういえばまだ戦ってないんだよね。車で引いてたから。やっぱ隠し扉あるよね。おなんかすごいことなってるな。顔面があれだからか、穴開いてるからか。かわいそうな。いやだいぶえぐいな。あれペーパーマリオってこんな感じだったっけ。あ、閉じただけ。調べる。星を探せ。星ね。戻るか。っていうことは星の形をどっかで覚えてこないといけないわけだね。あ、やっぱすぐ来たね。テレサ意外と早いね。あ、1個少なかったか。いいや、嫌いなんで踏んでおこう。キラーアンブーツが壊れた。マリオのブーツで踏んでおく。いや、アイテムのファイヤーなかなか強いね、そう考えるとね。さあ、敵のアクション。いた。さあ、これで OK。 カロンまだまだなんだよな。とりあえず踏んでおこう。いや違うか、テレサが意外とライフあるからね。崩れるだけ。あ、これで終わりなんだ。はあ、それはそれで。さあ、ディーブビアバイブスディーブバイブスめっちゃカミカミやったな。さて、一応これで OK だけど、そうなんだよね。問題は星を探せね。ああ、そういうこと。はい、これでよろしいですか？よろしいみたいだね。そういうことか。はいはいはい。なるほどね。いや、よく考えてあるね。さあ、次行こう。あ、奴らがいた。ダメか、バレたか。ちょっと待って、ボディチェックだ。ボディチェックいやいや、背後から叩かせてよ、それやったら。ああ。やっべ、全然。とりあえずこうは合ってるんだよね。あー、そういう感じか。あそこにはまるんだね、多分ね。まあいいや、仕方ない。キラーハンマーで叩いておこう。で、こっちもキラーハンマー。やっぱハンマーむずいね。あ、コイン出なかったか。さあ、敵のアクション。お？あ、いてー。投げてくるんか。それあんまひどくない？味方変えそうだったね、だいぶね。さあ、コイン惜しい。痛い痛い痛い。そんなハンマー投げてくるってなかなかえぐいよね。さあ、無事倒して、マリオのブーツ、持ってたな？マリオのブーツ持ってたな？あ、それで確認したってこと？ボディチェック。ん？まあいいや。なんかちょっとあんのかなーと思ったんだけど。おー。めっちゃ回してる。わー、楽しい音楽。なんでしょう、腰が勝手に動いちゃいますわ。それにしてもすごいな、この部屋は。天井の玉が光り輝いて、まるで異世界のようだ。あの玉の中には一体何が入っているんだろう。確かに。あ、紙テープもありましたわよ。あの扉の中に続いてるみたい。そうだね。違う。違う？この曲も違う。こんなんじゃ踊る気全然しねえし。おい DJ、もっと踊れるノリノリの曲をかけろよ。おらおら、早くしねえとお前の顔にも穴開けちゃうぞ。すいません、すいません。それだけはご勘弁を。すぐに違う曲を用意します。少々お待ちください。そういうことね。まあまあ、マリオさん、助けてください。扉の向こうにいる方が気に入るノリノリの曲をプレイしないと、私の顔にも穴が開いてしまいます。それは大変。顔なしになったらもうその色眼鏡もかけられなくなっちゃいますわ。確かに。でもさっきの音楽もとってもノリノリで私はいいと思ったけど。いやいや、あの方は音楽の好みがすごくうるさくて、私のプレイする曲はノリが合わないらしく、部屋から出てこれないんです。実はここに来る途中、遺跡の中にサウンドディスクを落としてしまいまして、あの中にはきっと気に入ってくれる曲があると思うんです。私はここで時間を稼ぎません。落とした4枚のディスクを探して持ってきてください。4枚か。確かにね、ノリノリの曲ね。とりあえず。おお。頑張って回してるんだね。ことはまだ知らない部屋があると。ここ降りれるしね。あー、で、はいはいはい、剥がしてここに戻ってこれると。なるほど。さあさあ、じゃあ今回切りがいいのでここまでにしましょう。いやー、それにしてもなかなかね、大変だったね。いやー、マリオの、もしかしたら次回ダンスが見れるのかもしれないし、どうなるんだろうね。ということで、今回ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。